さあ行ってみましょうか。1番ホール71ヤード1人なんで先に行かせてもらっちゃったね。俺なんかあの松に当たる気がするんだけど。ありがとうございます。じゃあお先に行きます。すいません。よし、懐かしいね。なんか変な緊張感あるわ今日ね。真面目にちょっと回ってみようと思ってて、真面目に回るの高校生以来かな。真面目に回ってちょっとスコアいくつになるのか。あのレーザーを持ってくればよかったな、ブッシュネル。そこまで真面目なのかっていう話なんだけど。さあ高麗グリーンですよ。チョイスラ、ちょっとマーク持ってきてないな。ちょっと後でマーク取るわ。はい、パーでした。これ、ね、見てこれね、結構カップこう高くね、プラスチックでやってるんで、こうまっくるってなるのよこれね。だからショートパットまで侮れない。目標スコアは目標スコアいくつかな。でもマジでね、来てみてください。結構難しいから。こことかも、はい、75ヤードで奥だと99あるんですけど、ちょっとこれこっから取って、この幅の狭さ。さっきちなみに目の前の松に当たりそうって言ったんだけど、あの当たりそうの松の上行ったからね。でやっぱ木がでかくなってんのよ。これ腕移して、ほら出てきてて、でこっち俺打つとこここだからね。ちなみにここからあのピンに対して打つから、ほらここ、この木が結構気になるのよ。ここわかる？75ヤード、ゴー、めっちゃいい球。よっしゃ、結構ね、あの飛ばし屋ってイメージがあると思うんですけど、自分はあのこのショートコースで育ったんで、実はもう技師でもあるっていうところを今見せますから。ええ、ああこれ布施さんに教わったジャンボさんのモノマネなんだけど全然似てない。モノマネのセンスある人って人生得してますよね。モノマネが得意な人とカラオケ上手い人って人生得してると思うんですよね。さあ来ました。どうよ。さあこれ後ろから撮った方がいいんじゃない。こうやってラインが よし、じゃあスライス。いやちょっと待ってよ、これ集中だな。これすげえ大事なパットだよ。いやーなんかね、そんな感じした。パーパー、
いやー、今の入れたかったな。さあさあさあ、はい、82ヤードの2段グリーンだけど、なんかくぼみみたいなところですね。なんかね、結構ショートコースで練習になっちゃうと思うんですよ。82ヤード。あ。ちょっと弱いかな。なんかダフったね。ダフりましたけど、まあまあまあいいでしょう、乗れば。あー、やっぱショートだわ。なんかこの夕方のゴルフって好きなんですよね。いいよね、夕方ゴルフ。あ、でもなんかどう、3メーターぐらい、これ3メーターもないか。あ、でもワンピンはあるね。スライスかな。カップのとこだけフックしそうな気がする。よし。はい、新年明けましておめでとうございます。新年のバーディーは緑ヶ丘ゴルフのショートコースで3番ホールで初バーディー取りました。おお、怖い怖い怖い。はい、バーディー3ホール目にバーディー、まずまずじゃないでしょうか。さあ行ってみましょう。まあこうやってね、詰まってる時とかはちょっとこうアプローチの練習なんかしてね。このコースは本当ジュニアの時によく回らせてもらってて、うん、まあこの地元のね、うちの父親のね、その友達の人たちにね、可愛がってもらって一緒にこのショートコースを回ってました。なんか最近、なんか久しぶりにね、この高麗回ると、ね、高麗って意外といいなって思いますよね。やっぱ日本の芝生に、日本の気候に適してるっていうか、あのケアとかもね、高麗なんですけど、グリーンとかすごいいいですし、なんかこの高麗のグリーンの伝統みたいのを今後もね、なんか残していっていただけたらと思いますけどね、個人的には。うん、今日はね、あれ奥のグリーンかな、148ヤード。これも見て、ここで打つんだけど、ほら、まあ、ここに立てばいいけどね、でもやっぱこの辺で打ちたいじゃないですか。そうするともう右のエッジに飛んだら右側の木に当たるんですよね。でもこれね、昔ここまで出てなかったよね。やっぱ木がね、今僕36なんで、ゴルフ始めたのが14歳で、中学生の時の話なんで、もう20年前ですよ、20数年前。それ木も成長するわ。もちろんあの、手入れされて、こう木を切ってってはいると思うんですけどね。前でこのギリギリでいきますよ、私このフェード目に打ちます。風あるの今日、これ風どっちだろう、右からだかな。出たいかな、まあ、かなり厚着してもうダウンとか着ちゃってるんで、まあまあまあいけるでしょう。木に当たりそう。当たったよ、本当に。ギリギリだもんね。ちょっ
と右行ったら当たるもんね。でも多分 OB とかはないと思う。行ってみましょう。いやー、かっこつけたな。あと30センチ手前で打てばよかった。ちょっとこれピンチだね。あの落ちたところ見えなかったわ。お、あったあった、一応あるわ。くー、悔しいなあ。やっぱあれだな、カッコつけてんな俺。カッコつけてあんなギリギリから。とにかくね、いつもここで回るおじさんたちはとにかく転がしがうまくて、どっからでも転がしてくるんだよね。でもやっぱり自分は固くなに球上げてたけど転がしはしなかった。もうちょっとしときゃよかったな。こことかも絶対転がしたと思う。難しいな。転がしていくか。転がすわ。ニュースタイルで。ストップ。うーだだ、あのなんか2段グリーンの上についたんで、これむずいっす。あれ落ちてこないの？これ次が難しいな。で、打ち方としては良かったと思うんだけどな。スリッパットしちゃいかん。よし、これでかい、これはでかい、これはでかい。ナイスパーだね。よしよしよし、これはでかいな。112ヤードです。でしょ。まあ、砲台グリーンなんでね、やっぱこうしっかりグリーンに乗せていくっていうのが大事でね。もうこれキャリーで奥行ったらもう終了ですよ、完全に。いきます。 PS52 度でいきます。ちょっと風やっぱ右からっぽいな。バディチャンス。なんかさ、あれだね、こういう硬いマットで打つ練習も結構意味あるね。なんかこう来角とかが芝生の上だと分かんないけど、なんか微妙により繊細に出るね。あとさ、ほらこういう、こういうなんだろうな、まあ、ちょっと掃除大変なんだけど、こういう緑のつくじゃないですか。これ緑のやつ。わかる？わかるかな？この緑のやつつくんですけど、これでほら、もう来角とかわかっちゃうんじゃね？ねえ、あの、ピンにあるさ、こう、跡がつくやつあるじゃん。あれと一緒じゃね？こっちから取った方がいいんじゃない？それと一緒でさ、この、こう肩上で打ったらこう跡つくやつがあるんですけど、それと一緒で意外とこれ来角調整とかいいんじゃない？
全然むしろ子供の時はねそんなこと考えないでやってましたけど、ちなみに自分が初めて、ゴルフを始めて買ったアイアンの名前がV ゾーンっていう当時ミズノの T ゾイドっていうアイアンがですね出てたんですけど、そのパチモンっすよ、パチモンの V ゾーンっていうクラブ使ってましたね。どうですか、いいショットだったね。意外といけるね。ちょっと1週間ぶりなんでクラブ握るのもうちょっとてんてこまになるかと思ったけど、よし、1週間ぶりでボールも取れない。やっぱ高麗って無事な。やっぱこうあんまダウンブローに打つとダメっすね。こうパンパンパンって跳ねてくんで、少しどうなんだろう、少しこうボールが浮いて出てく方がいいかな。ロフトはちょっと多めがいいかもしれないすいません、これもう完全感覚的な話なんですけど、まあ実際ちょっとロフトがね多い方がいいっていう人も多いかなと思います。いやー残念。